まあ、本当にできるのかなって感じですね。まあ、口で言うだけなら簡単なんで、普通に応援してくれる人が増えるのは嬉しいんで、ちょっとずれたら折れちゃうんで。あとその、まあ、今回なかなか相手が発表されて決まらなかったと思うんですけど、あのいろんな人がこう手を挙げて俺もやりたいみたいなこともあったと思うんですけど、そういう選手に対して何か一言はありますか。まあ、本当にできるのかなって感じですね。まあ、口で言うだけなら簡単なんで、本当にいざ素手で本気で殴れるのかって感じですね。みんな、 なんかツイッターとかで見たんですけど。そんなに甘くない。はい、まあ、口で言うのは簡単なんで、ツイッターもピコピコやってるだけなんで。ありがとうございます。人気が出てくることに関してはどう思われますか。いや、まあ、嬉しいですよ。全然普通に応援してくれる人が増えるのは嬉しいんで、はい、なるほど。ではあとまたちょっとそれとは話が変わるんですけど、あのこのルールだとそのご自身のパンチの正確性がよりこう生きてくるような感じがあると思うんですけど、そのあたりはどう思われますか。いや、そうですね、やっぱもうほんとちょっとずれたら折れちゃうんで、その辺の精密さは出ると思うんですね。そのあたりはもう自分の一番自信を持ってる。そうですね、他の人やっぱ今のキックボクサーとか MMA ファイターそんな綺麗にパンチ打てる人もいないんで、みんな拳やったら怪我しちゃうと思うんですね。精密に打てれば怪我しないと思うんですけど。なるほど。